こんばんは。こんばんは。はい、ということで明日がね、リミスターインターネット会ということで、はい、皆さん参加しますか？リミスターインターネット会、インターネットサイン会ですね。どうしよう、ちょっと待って、見切れちゃうね、ちょっと。じゃん。こんばんは。はい、こんな感じで私は髪の毛を最近切りました。 こんばんは、こんばんは。わ、ちょっと2個やるの難しいね。ちょっと2つすごく難しいんですけど。こんばんは、こんばんは。はい、今日は火曜日かな、土曜日、日曜日と、はい、イベントありがとうございました。ありがとうございました、来てくださった方。そうなんですよ。土曜日は対バンイベントがありまして、ワンラブワンハートさんがゲストでね、来てくださって、新宿レニーで、そうなんですよ、配信じゃない、対バンを、はい、行いました。キラキラチューンツアー in 東京ボリューム2ですね。はい、をね、やりました。楽しかった、本当に。なんかね、なんかすごい、やっぱ対バンってすごい楽しいなって感じますね。そう、ボリューム1もやりましたし、9月にボリューム2をね、土曜日にやったんですけど、すごいね、楽しくて。そうなんですよ、楽しかったです。はい、で、まあ、土曜日に引き続きね、日曜日も来てくださった方ありがとうございました。そうなんですよ、日曜日は予約特典会がありまして。そうなんです、スペシャルファンミーティングを第3部、1部2部3部とプラス、全員サイン会ですね。私物サイン会をね、初めてアンレームでやりまして。そうなの、だからすごい楽しみ、楽しみじゃない、楽しかった 楽しかったです。そう、本当にね、なんかカメラの、なんていうんだろう、レンズを持ってきてくださった方とか、まあ、T シャツだったり、うちわだったり、カバン、トートバッグとかだったり、もうね、すごい本当になんか貴重なものも持ってくださって、本当にありがとうございます。 はい、もうびっくりしました。なんかもう書くのにすごいね、緊張しちゃうぐらいびっくりしたんですけど。そうなんですよ、です。そうで、私物サイン会ね、初の私物サイン会も行いつつと、あとスペシャル撮影会ですね。はい、ありがとうございます。スペシャル撮影会も本当にたくさんの方が来てくださって、みんなで椅子がこう2個置いてあって、後ろに並んでイエイっていう 撮影をしたんですけど、そう、撮影会も1部2部かな、2回分、2部分あって、ありがとうございます。で、最後見送り会もあって、本当に盛りだくさんな一日でした。ありがとうございます、来てくださった方。悲しかった、土曜日日曜日と。そう、最近はね、アンレームで、そのなんていうの、たくさんあるので、イベントが、ありがとうございます。ショールームもありがとうございます、見てくださって。 そう、ちょっとね、今日は2画面でやってるので、アンレーム公式 YouTube こっちでやってて、そう、アンレーム公式 YouTube をでも配信しつつ、こちらの個人のね、配信でも、はい、やっております。なので、ちょっとショールームをご覧の方は、もしかしたらちょっと目線が全然合わないかもしれないんですけど、はい、ぜひ見てください、最後まで。こんにちは。そう、 YouTube もやってるんですよ。秋ですね、もう秋だ。そう、 YouTube とショールームをやっているので、 ちょっと目線がね、難しいんですけど、2個になってくると、まあ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 っていう感じです。はーい、そうで、明日10月23日水曜日にリミスターインターネットサイン会が開催されます。はい、ということで、私は初ですね、これなんていうの、オンラインですね、オンラインっていう形で、サイン会をするっていうことなんですけど、楽しみ。
はーい、イエーイ。そう、皆さん参加しますか？参加しますか？まあ、ちょっとね、私も初なのでどういう感じかちょっとあんまり、まあシミュレーションはちょっと知ってるんですけど、ちょっとね緊張はするんですけど、そう、どんな感じなのかっていうのをちょっと、あの、まあなんていうの、質問もねちょっと回答できるものはしつつはい、説明していこうかなと思います。そう、リミスターインターネットサイン会でね、ちょっとどういう感じなのか多分わからない方もいらっしゃると思いますし、どういう感じなのかとかちょっと気になるねこととかもあると思うので、ちょっと説明したいと思います。まあ、リミスタっていう、まあ、サイトっていうのかな、そういうサイトがありまして、そのなんていうんだろう、ちょっと難しい、あ、やばい、画面切っちゃった、ショールーム見えてるかな、ちょっと難しいね、リコやるの難しい。はい、で、あの YouTube ですね、配信インターネットサイン会は YouTube でやるんですけど、そう、ちょっと質問とかあったら答えますそう、詳細はね、あの一応アンレーム公式 YouTube と、あ、YouTube じゃない、アンレーム公式サイトとアンレーム公式 SNS に載っているので、 X の方に詳しく載っているので、そう、見てくだされば嬉しいんですけど、初めてなのでね、やっぱりちょっと不安があると思うので、なんかここはどうなのっていうこととかあれば答えたいと思います。楽しみです、本当に。こんばんは、こんばんは。あ、ちら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 、あ、2部申し込んだ、お、ありがとうございます。そうなんですよ、あのインターネットサイン会は1部2部3部とありましてね、夕方からなので、ちょっと朝苦手な方も朝苦手な方もぜひっていう。かわいい、ありがとうございます。そう、髪の毛切ってからね、すごいね、なんか好評です、嬉しい。そう、髪の毛切りました。今日は巻きもせず普通のあれですね、内巻きにしてみましたです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ちょっと今日寒かった、今日寒かった。 YouTube ってことはメンバーによって日時が違うの？いや、YouTube、 リミスタの YouTube であの配信をするんですけど、メンバーは一緒です。メンバーがみんなこう並んでて、でサインをしていくっていう感じです。日時は みんな一緒かな。そう、メンバーみんな一緒になりますです。あ、一部に参加するね、お、待ってます、イケボさん待ってます。そう、ストレート内巻き、内巻き。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は暑い、今日は暑い、今日は暑いかな、全然今日は暑いですか寒いよ、え、寒かった気がするんですけど。全員サインと宛名はメンバー氏名かな。そうですね、全員サインプラス宛名をその指定したメンバーが書いてくれるっていう感じです。はい、です。ありがとうございます。よし、じゃあちょっと明日のことについてちゃんと説明しようかなと思います。髪何センチ切ったのかな、髪、え、何センチだろう、もう結構この辺まであったんですけど、このおへそら辺まであったんですけど、確かに何センチだろう、結構切りました、結構切った何センチ、何センチだろう、ね、でも結構じゃない、おへそまであったんだよ、で結構結構切りました。あ、初見です、初めまして、
こんばんは。音符ありがとうございます。よし、じゃあちょっと明日のね、10月23日に行われるリミスタインターネットサイン会について説明していきたいと思います。はい、ここにね、詳細の紙をいただきましたので、はいはい、ということで明日ね、23日にインターネットサイン会があります。楽しみ。もう本当に初めてだから、ちょっとね、私もどんな感じかワクワクっていう感じなんですけど、はい。で、一部が17時半から18時45分ですね。で、二部が19時から20時15分で、三部が20時半から21時45分まで、はい、あるということで、3回分ありますね。3回分、1部と2部と3部があります。ということで、結構1部ごと1時間15分ぐらいかな、あるので、たっぷり、はい、楽しめると思います。です。で、アンレムの公式 YouTube で、サイン会の様子がね、はい、配信されるので、アンレム公式 YouTube にこの時間にね、来てくだされば、はい、見れます。で、かつ参加してくださった方は、サインと、指定のメンバーから、宛名をね、書いたアザージャケットが、はい、郵送にて、はい、届けられるという感じになります。そう、参加しますか、皆さん参加しますか。こんばんは、こんばんは。です。で、まあ、ルールをね、説明したいと思います。ルールはリミスタで対象商品をご購入のお客様に、インターネットサイン会中にメンバー全員のサインと希望のメンバーが宛名を書いたアザージャケットっていうジャケットをですね、A タイプ、 B タイプのジャケットがあるんですけど、そちらに全員サインと宛名が書かれたアザージャケットが、はい、後日郵送にて、はい、お届けします。で、あ、でも配信中にメッセージを送っていただくことも OK みたいです。はい、なので、明日はアンレム公式 YouTube、 こちらですね、こちらのアンレム公式 YouTube にて配信されるんですけど、その配信にコメントをしても大丈夫という感じです。なので、ぜひコメントも送ってくださると嬉しいです。はい、で、そうですね、購入期間、そうですね、購入何時までいけるか気になる購入時間は、10月6日の月曜日19時から配信の途中まで、なので明日の10月23日水曜日の配信途中までは購入ができるという感じになります。なので、全然今も購入できます。はい、購入できますし、明日も購入、当日も OK という感じなので、まだね、ちょっと迷っている方いましたら、ぜひぜひぜひ見てください。購入してくださると嬉しいです。そうですね、ショールームでは配信はね、しないですね。ショールームではなくて、アンレムの公式 YouTube で、こちらで配信をします。楽しみ。そう、オンラインっていう形なのでね、普段は結構東京とか都内でイベントをすることが多いんですけど、地方の方だったり、ちょっと遠くの方とかね、がいらっしゃったら、ここはね、参加できるチャンスだと思うので、ぜひ参加してくださると嬉しいです。メッセージは申し込み先のメンバーが読んでくれる感じで OK ですか。そうですか。あ、誰でもっていう感じです。です。メッセージたくさん送ってくださいね。こんばんは、こんばんは。お、はじめまして、こんばんは、こんばんは。そうです、かな、です。じゃあ、何か質問あったら答えたいと思います。ちょっと私もね、オンラインは初なので楽しみなんですけれども、こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。
うちらうちらハッピーハッピーハッピーキラキラチューン楽しみです。サインしますみんなにみんなのサインが来ますからね。メンバー全員ですよ。メンバー全員5人のサインが、マザージャケットっていうね、そのジャケットポストカードみたいな感じですかね、にみんなのサインと宛名がね書かれます。楽しみです。え、か髪かわいい、ありがとうございます。髪の毛切りました。そう、髪の毛ショート、なんかミディアムっぽくなりましたね。です、楽しみ。明日ですね。そう、10月23日ね、結構私も先だと思ってたんですけど、意外と早く来ちゃいまして、そう、意外とビュンって明日っていうね、本当に早いんですけれども、楽しみです。です、こんばんは、こんばんは。皆さん参加しますか。こんばんは、こんばんは。あ、いつも明るい静か配信ほっこりするよ。お、ありがとうございます。たけさん、ありがとうございます。明るい、確かに明るいかもしれないわかんないけど、明るいかな、明るいかな。こんばんは、こんばんは。です、そう、本当にね、9月10月とアンレームのイベントがたくさんありまして、はい、会いに来てくださる方ありがとうございます。本当にそう、キラキラチューンツアーもね開催されつつ、そしてあの10月30日に、待って、もうすぐだ、あと1週間後ぐらいだ。そう、10月30日にね、アンレームファースト EP アンレームのアルバムがね発売されるということで、それに伴って予約特典会だったりリリースイベントだったりも9月10月11月とありまして、はい、たくさんあるのでぜひ会いに来てくださると嬉しいです。あ、一部参加します。お、ありがとうございます。お待ちしてます。ジョージさん、ありがとうございます。です、あ、二部行きますよ、ありがとうございます。ヨシアキックスさん、ありがとうございます。こんばんは。そう、もう来週、もう来週っていう、もう本当にね早すぎて、そう、10月30日に発売されるので、わー、楽しみ、楽しみです。そう、もうね、あのアンレームのみんなで、あのどんな感じのアルバムかを実際ね、あの見たんですよ。そう、見まして、みんなで結構面白かったです。自分が乗ってるっていう、そう、ぜひね、 A タイプ B タイプとあるので、そう、どちらともゲットしてくださったら嬉しいです。あ、また金髪を期待してます。お、ありがとうございます。そう、金髪、去年の12月に私初めて金髪にしまして、そう、アンレームのアンレームっていう楽曲で金髪にしたんですけど、まあ、そこからね、まあ、金髪になり、まあ、ピンク髪になりっていうのを繰り返してたら、まあ、ちょっと髪の毛がちょっとねちぎれてきちゃいましてそうなんですよ、ちぎれちゃって、そうなので、ちょっと今は、まあ、暗くしちゃったんですけど、まあそうだね、金髪すごい好きだったので、そう、またやります、絶対。ちょっと待っててください。です、年末が近づいてるね、本当に。だってもう11月だよ11月、早っ、11月か、早い、あと1週間で11月になっちゃうんですけど、早いね、もう今年終わっちゃいます。2024年、え、2025年が来るってことか。わあ、わあ、結構怖いですね。でも楽しみ、年末し、あの一番イベントの中でクリスマスが大好きなので、そう、ハロウィン、あ、でもハロウィンがあるのか、もうちょっとしたら、ハロウィンがもうちょっとしたらあるんですけど、ハロウィンも好きだけど、一番はねクリスマスが本当にもう大好きなので、ちっちゃい頃から、そうだからクリスマスが楽しみです。
クリスマスから年末にかけてのあの期間が本当に最高です。楽しみ。そう、これがまた来るんだっていうね、もうちょっと楽しみです。まあでも1年が早すぎてね、ちょっとびっくりって感じなんですけどね。去年の11月といったら、去年の11月は多分真夜中の微熱とかの時期ってことですよね。早っ。いやちょっとびっくり仰天って感じで、びっくりなんですけど。あ、アザージャケットは1種類ですか？アザージャケットは1種類です。1種類になりますです。この前のゆういちちゃんとの2人の配信めっちゃ面白かったです。ありがとうございます。いやでも本当、いや結構ね、アンネームの中で多分司会が下手くそな2人だと思うんですよ。ちょっとわかんない、ゆうちちゃんには申し訳ないんですけど。そう、いやでもトークマシンガンのひゆかちゃんと、もう超しっかりしたさえちゃんがいるから、そのね2人に比べたら本当にね、ちょっとポンコツ気味な、ゆうちちゃんしっかりしがちだけど、そう、ちょっとポンコツな2人で配信をしたので、ちょっと終始ねグダグダになってしまって、ちょっとね、まあでも新鮮で楽しかったです、ゆういちちゃんとの配信です。楽しかった。そう、イルミネーション好き。そう、イルミネーション好きなんだよね。イルミネーションとか行きたいですね、アンレームで。パリピすずちゃん、パリピです、イエイイエイです。こんばんは、初見です。はじめまして。はじめまして。今日も私服かわいいね。ありがとうございます。やった。そう、今日は秋っぽい服にしてます。じゃん。なんか意外と寒がりなので、結構年中無休で、結構長袖気がちかなって思いました。です。そう、髪の毛ちぎれちゃってね、大変だったんですけど、まあまあまあ、いつかします、金髪は。ハロー鈴鹿、ラブフォーフロームジャカルタ。わー、ジャカルタ、 Thank you。 ね、1年って本当に早いよ。本当に1年が早すぎてびっくりです。あ、いつかアンネームがクリスマスソング出すの期待してます。うわ、出したい。そう、私クリスマスがすごい好きだから、そう、それはね密かに思ってました。そう、クリスマスのね歌を出してみたいんですよ。出したい。そう、去年のね12月は、そう、ちょうどねクリスマス頃かな、12月らへんにアンネームのアンネームをね、リリースしたんですけど、まあクリスマスではないじゃないですか。クリスマスはちょっとねほど遠い、ちょっと またね真逆の、そう、個性を出す感じの曲なので、そうだね、クリスマスソング出したいです。いいね、クリスマスのあのベルとかを入れてメロディーに。わ、いい、出したいそれ。です。すずかちゃん見た目とギャップ、キャラのギャップがすごい。え、本当なんかね、そう、めっちゃ言われるんだよねそれ。なんか会った時と全然違うとか、初めて会った時の印象と今の印象が違うとか、なんか見た目となんか性格が違うって言われたことが結構ありまして、まあ、分からなくもないんですけど、そうですです。なんだろうね、何が違うんだろうね。なんかでもね、なんか違うって言われるんですよ。10月27日ベルサール、私ね、ベルサーユこれなんて読むんだ、ちょっと待って待って、ベルサーユなんて言うんだっけ、神保町、神保町合ってるよね、多分神保町、神保そのままだよね、神保町だよね、神保町。過去作ジャケットサイン委員会って何？あ、そうだそうだそうだ、10月23日、あ、27日
来週の、まあ、週末ですねに、そう、あ、やばいやばい、ちょっと待って、やばい、本当にやばい、ちょっと人本ちょっとやばい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 、オッケーオッケー、人、はいはい、人本町だった、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、オッケーオッケー、そうは、まあ、そう、その日は加工作の、そう、ジャケットサイン会、私もねちょっとどんな感じかね分かってないんですけど、でも多分過去に、確か過去作のジャケットサインってなんだろう、私も把握できてない、ちょっと聞きます、あのマネージャーさん戻ってきたら聞きたいと思います。あ、10月27日のベルサール神保町ですよね、神保町、神保町の過去作ジャケットサイン会って何って言って、今までのジャケシャの、あのジャケシャ にサインを、あ、やっぱそのままでした、そう、過去作に出してきた、まあ、IMI だったり、あ、肖像がないやつ、あ、ビビットガール、ビビットガールとか、アンレームとかの真夜中とか あのジャケットサインを、ジャケットもお渡しします、あ、ジャケットをお渡ししますです。伝わったかな、難しいな、なんかないおねだりとかアンレームとかのあの可愛い絵柄あるじゃないですか、真夜中だったら可愛い女の子がちょっと座ってる感じの感じと、あとビートガールはなんて言うんだろう、ビビットガールっていうあの可愛いのがあるんですよ。そうだから、まあ、過去作、過去に出してきたあのジャケットにサインを書いてお渡しするっていう感じです。なので今までにやったことないです、そうだからすごいおすすめです。伝わったかな、ちょっとまた説明しますね、です、そう、こんばんは、こんばんは、あ、いいですか、お、じゃあちょっとね見せたいものがあるので見せたいと思います。そう、明日の10月23日のインターネットサイン会で、あのメンバーがね書く、そしてメンバー全員のサインと宛名が書かれたものを郵送される、そのアザージャケットを皆さんにお見せしたいと思います。私も今初めて見ました。いきまーす。バーン。じゃじゃじゃーん。すごい。かわいい。待って。かわいくないですか？あれだね、あの、アルバムのジャケットとはちょっとまた違うオリジナルのものですね。このインターネットサイン会限定の。かわいい。こんな感じ。見えるかな？じゃん。かわいい、じゃん、すごい、みんなキラキラ、はい、こちらに全員のサインと、そう、全員のサインと宛名が、まあ、書かれるっていう感じになります。で、これが郵送されます。かわいい、すごい、こんな感じなんですね、めちゃめちゃかわいいです。もうこれはみんな来てください、絶対、もう絶対参加してください、かわいい、待って、本当にかわいいです。すごいね、かわいい、はい、ということで明日はね、こちらにあのサインと宛名が書かれます。楽しみ、明日、そう、オンラインだからね、です。こんばんは、そう、神保町そう、神保町です。そう、神保町は10月27日ですね、です。あ、伝わった、よかった、ありがとうございます。そう、加工作のジャケットサイン会は、そう、イラストのやつですね、イラストのものになります、です。楽しみ、そう、加工作ジャケットは結構レアな気がする、私的に。あの、明日のこれもレアだよ、これもレアなんだけど、これも本当にレアなんですけど、過去作はねちょっとびっくり、確かに過去作はすごいねレアだと思う、私的に。あ、過去作ジャケット欲しい、もうぜひ
10月27日ゲットしに来てくださいです。こうかわいい、かわいいよね、キラキラチューン、ギャルですね、みんな。こんばんは、こんばんは。そう、かわいいジャケット、本当にそう、めちゃめちゃかわいい、かわいいです。キラキラ加工、確かにキラキラ、キラキラかな、背景キラキラです。あ、どうやって申し込むの。そうですね、申し込み明日のインターネットサイン会のリミスタのね、このジャケット、アザージャケットがもらえる方のイベントは、アンレームの公式サイトですね、とアンレーム公式 X の方に、詳細だったり、あ、でもサイトが分かりやすいかな、サイトに載ってます。あ、リミスタさんのサイトですね、はい、購入はリミスタさんのサイトに、あるので、ぜひ、はい、来てくださると嬉しいです。質問答えますよ、たくさんです。で、10月27日のその加工作のジャケットがもらえるよっていう、サイン入りでもらえるよっていうのは、アンレームの公式サイトにあるので、ぜひアンレームって打ったら、アンレーム公式サイトって打ったら、アンレーム のページが出てくると思います。はい、です。10月27日の全員プレゼント会のプレゼントは内緒ですか。あ、内緒です。内緒です。全員プレゼント会は、そうですね、内緒です。そう、10月27日に、まあ、過去作ジャケットのサイン会と、まあ、また別に全員プレゼント会っていうね、部もあるんですけど、まあ、そのプレゼントは内緒ということで、来ていただいた皆さんだけのお楽しみです。ちょっと10月27日も盛りだくさんですね、ちょっとびっくり。ぜひぜひぜひ来てくださいです。欲しい、ぜひぜひゲットしてね。あ、鈴鹿ちゃん名前呼んでね。お、ぜひお待ちしてます、明日。そう、楽しみ、本当に楽しみ。オンライン私は初なので、どんな感じかね、まあなんとなくね、ちょっと予想というかシミュレーションはしてるんですけど、そう、楽しみです。あ、洋服可愛いです、ありがとうございます、嬉しいです。ということで、はい、こんばんは、こんばんは、かな。ちょっとね、10月27日もね、一緒にちょっと一部説明しちゃったんですけど。はい、まあ明日ね、10月23日のインターネットサイン会リミスタにて購入ができるので、まだね、購入できます、当日も購入できるので、ぜひお待ちしてます。こちらもらえます、じゃん。はい、でプラス、まあ、ちょっとね、説明しました。10月27日も結構ね、過去作のジャケットとかプレゼントとかね、すごい盛りだくさんだったので、ちょっと本当に楽しみです。はい、お待ちしてます、楽しみ。明日はハロウィンっぽい仮装するんですか。しないで、ね、あ、わかんないです、ちょっと、え、わかんないです、わかんないです、わかんないです、ちょっとまだ、あ、ちょっと、わかんないです、わかんない、わかんない、わかんないです。もしかしたらちょっとメイクは私、可愛くしちゃうかも。ちょっとハロウィンっぽくなんかハートつけたりとかはするかも。でもちょっと衣装はわからないです。仮装もちょっとわからないです。です。10月29日の光が丘の、無料ミニライブは何曲歌いますか。内緒です。内緒です。ごめんなさい、ちょっと質問していただいたんですけど、内緒です。そう、でもミニライブがあるので、まあ、数曲は歌うかなと思います。でもちょっと何を歌うかとか、 何曲歌うかは内緒です。はい、です。楽しみということで、じゃあ明日10月23日アンレーム公式 YouTube、ね、で配信されるので、ぜひお待ちしてます。
はい、ということで、そう今日はね、あのひなのちゃんもね、ひなのちゃんとさえちゃん、あれひなのちゃんとゆいちちゃんとひゆかちゃんの3人があのショールームで配信をねするみたいなので、皆さんぜひそっち行っていただけると嬉しいです嬉しいです。はい、ということで、じゃあ終わろうかな。ありがとうございます。あ、27は夕方しか間に合わない、全然ありがとうございます。来てくださるだけで嬉しいです。ということで、じゃあ明日10月23日お待ちしてます。そう、夜からね、ひなのちゃんたち3人が配信するみたいなので見てくださいじゃあバイバイ、切ります。ありがとう、見てくれて。じゃあ明日23日 YouTube でお会いしましょう。バイバイ。